どうもラッパーのアダスエラーです今当事者の皆さんという言葉がありましたが果たしてこの国にこの件で当事者じゃない人っていうのは何人ぐらいいるんでしょうかあえて自民党を応援している方公明党を応援している方で1000万円以下の売り上げで頑張ってる皆さんにぜひ自分が自分が応援している自分の地元の政治家に これ、大変なことになるよって、自民党の政治家、なんで政権が決めたことに従っちゃうんですかこの国は、民主主義国家として、果たしてちゃんと回っているのか、防衛費を NATO 並みに2%にしよう、じゃあなんで、民が主になる民主主義社会を欧米並みにしようという努力をできないんでしょうか。 なんで防衛費は NATO 並み難民条約は G7 並みにできないそして主権者が自分たちの税金を自分たちのお金をどうやって使ってどうやって社会を回すかというそれを自分たちの声で自分たちで実現するということができないと思わされている。本当はできますよ。当事者。 全員が当事者で、全員がどうやってお金を使うか、自分たちで考えて、自分たちでどういう社会を作っていくか、それが民主主義社会のはずですから。だから、税金、お金が必要なんでしょう。少子化対策、お金が必要なんでしょう。防衛費、お金が必要なんでしょう。だったら説得しましょうよ、社会を。税金が必要なんだったら、ちゃんと説得しましょうよ。免税をして、1000万円以下の人は、消費税払わなくていいって、 めちゃくちゃゃくいい制度ですすよよねね哲学がありますよ、ね、そういった小さい商売をしてる人たちが頑張ってそれぞれにやりたいことをやってそして国をワイ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 とにぎやかに楽しくしていこうこういった哲学がインボイス制度にありますかもしかしたら楽しようとしてませんか3年前菅さんはフリーランスってなんだか分かってなかったと思うんですよコロナ対策の時にフリーランスとフリーターと 違いが分かってなかったんですよ。そういうところに押し付ければ楽にお金が作れるんじゃないかって。そうじゃないでしょ説得してくださいよ。マイナンバーカードを見たら、この国に何か新しい制度を、システムを回す資格、能力が今ないことが明らかだから。 10月になったら、税務所の職員が本当に大変な思いをして、そして相談に殺到する人たちに、いろいろな、いろいろな相談を受けて、そして上に立っている人は、全部自治体の、全部税務所の人為的なミスであると、優位に決まってますから、今のうちに止めましょう。今のうちに止めましょう。そして、もう少し自分たちが信用できる社会を作っていきたいと思います。ありがとうございました。